モナ王、前半10分でバルサに一発レッド献上。CL モナコ VS バルセロナにて手足低減からのパスを狙った南野。エリックガルシアに倒され一発レッドを誘発。モナ王 VS バルサ。モナ王の奇襲でエリックガルシアを退場さす。エリガル選手、南野ヘドグソで開幕退場。普通に11人同士で見たかった横のゲーム。 エリガルより後ろから南野来てるの見えてるはずの何クソみたいなパス出したテアの責任。南野が CL バルサ戦でガルシアにレッドカード出させた。バルサ早々に一人退場してるじゃんしかも南野が誘発してる。フリックは日本人と相性が悪い南野もうまく倒れたな。バルサ一人退場したのにハイラインすぎるやろ。南野大好物だろこの状況。 またもハンジフリックを苦しめる日本人。南の最強列伝タキタキさせてクレイリーグアンベスト11はさすがですわ。クバルのビルドアップのおかげで一列越せるのはでかいけど、マジで南の上手すぎてしんどい。あんな、セルって選択肢はないんだよ。手あうれってのはさすがに脳に欠陥がある。手あを売ろうかとか言えるのは、 新たな世界最高のゴールキーパーをチームに入れたとき、リーグ戦の流れすべてぶち壊し、うんこパスソリアノイヤーに勝てるわけないやろテア。退場のシーン見たけど、エリック・バロンドール・ガルシア選手より、テアの方がやばいなこれなに考えて、あそこに出したの。